Zip FM Nagoya City I love Nagoya。 ここからは名古屋シティ I love 名古屋、私も大好きラブ名古屋のここ名古屋市のいろんな情報をお届けしていきます。まずは新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮についてのお知らせです。新型コロナウイルス感染症に感染した方やそのご家族、治療にあたった医療従事者の方やワクチン接種しない方などに対し、不当な差別やいじめ、誹謗中傷があってはなりません。困った時は一人で悩まずご相談ください。名古屋市及び法務省では新型コロナウイルス感染症に関わる不当な差別やいじめ、誹謗中傷などの相談を受け付けています。名古屋人権啓発センターソレイユプラザ名古屋では毎週月曜日を除く6日間午前9時から午後5時まで電話、ファックス、メールによるご相談を受け付けています。詳しくは名古屋人権啓発センターソレイユプラザ名古屋のウェブサイトをご覧ください。また法務省でも電話やインターネットによる人権相談を受け付けています。電話の場合は0570-003-110 まで。インターネットをご利用の場合は法務省人権擁護局のウェブサイトをご確認ください。不確かな情報に惑わされないよう、公的機関が提供する正しい情報に基づき人権に配慮した冷静な行動を心がけましょう。新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について詳しくはスポーツ市民局人権施策推進室電話 052-972-2583 052-972-2583 までお問い合わせください。 Next。続いて超楽朝飯コンテスト2021開催のお知らせです。超楽朝飯コンテスト2021は朝食のアイデア時短レシピを募集するコンテストです。コンテストへの応募は3ステップ。ステップ1、応募するコースを選ぶ。超楽朝飯コンテスト2021には3つのコースがあります。初級、時短を極める1分朝食レシピ。中級、簡単手間なしワンプレートワンボウルレシピ。上級、休日に食べたい15分ブランチレシピ。以上3つのコースからチャレンジしたいコースをお選びください。各コース何度でもご参加いただけますが、レシピの応募は1回の投稿につき1つとしてください。ステップ2、作って写真を撮る。投稿するレシピを作って写真を撮影してください。ステップ3、投稿する。公式インスタグラムまたは公式ツイッターをフォローし、撮影した写真をハッシュタグ超楽朝飯コンテストとハッシュタグ初級、ハッシュタグ中級、ハッシュタグ上級のどれか一つをつけて、インスタグラムもしくはツイッターに簡単なレシピとアピールポイントを記載して投稿してください。応募は9月9日木曜まで。入賞者には素敵な商品をプレゼントします。詳しくは超楽朝飯コンテスト事務局電話 052-961-2214 052-961-2214 までお問い合わせください。名古屋シティI love 名古屋。名古屋 City Information。 ではここで禁止区域内での客引き行為等のアルバイトに注意に関するお知らせです。名古屋市では名古屋駅地区、栄地区、金山地区の市内3つのエリアを客引き行為等禁止区域に指定しています。禁止区域では相手方を特定して客となるように誘う客引き行為、駅務に従事するように誘う勧誘行為、客引き行為や勧誘行為をする目的で相手方となるものを待つ客待ち行為、勧誘待ち行為の4つの行為が条例で規制されています。
これらのエリアで客引き行為などを行ったり行わせたりした場合は、専門の指導員が段階に応じて指導、勧告、命令を行います。また命令に違反した場合は罰則として5万円の過料が課され、合わせて氏名や住所が公表される場合もあります。なお飲食店やカラオケ店などのアルバイトでも禁止区域内で特定の通行者に声をかけ来店するよう誘ったりすることは条例違反となります。これまでに条例違反で指導された方の中にはアルバイトの学生も多数おりますので、条例について知らないままアルバイトを行い条例違反で指導されることがないようご注意ください。詳しくは名古屋市地域安全推進課電話052-972-3099 052-972-3099 までお問い合わせください。さて今日ご紹介したお知らせに関してはこのコーナー名古屋シティアイラブ名古屋のブログサイトにもリンクが貼ってあります。 YouTube にもアップしていますのでぜひチェックしてください。名古屋シティアイラブ名古屋、今週金曜日もお楽しみに。